資生堂歯科医2015村田茂でございます。今議会、ラストの質問でございます。簡潔に早く終わらすことも役割と意識をしておりますので、よろしくお願いいたします。ようやくですが、前回同じ視点なのですが、各自治体が総合計画、地方創生に関する、計画を立てた状況で、計画から実行で、まさに実行力、調達力、実現力が問われ、政策体系からロジック、これはプロセスにあたります。さらには成果、アウトカムをモニタリングすることが、各自治体間競争を制することは言うまでもありません。まず、第5次層の中で、投資額も大きい2つの重点テーマについてお聞きします。状況をお伺いします。また今年度本格的に侵食が予測される投資のマスク飲酒対策について、最後に、本議会でもすでに何人かの議員が質問が何人かの議員から質問のあった東山地区産業廃棄物の問題について、ご意見を賜ればと考えております。私の答弁では、従前の検討します、研究しますに対して、もし真剣に研究していただけるのであれば、それで十分とも考えております。できれば質疑の中で双方気づきが与えられることを目指して質問させていただきます。よろしくお願いいたします。1、第5次層重点テーマ、新体育館北部拠点の実行状況について、1、プロジェクト管理の視点から現在の重点テーマの進捗状況と主要課題に。プロジェクト管理の視点と申すのは、基本のクオリティ、コスト、デリバリー、実行段階ではさらに事前のリスクマネジメントを指します。当市、行政評価システムの中でも重点テーマについては、最低月単位の進捗課題を報告することが必要でないかと考えております。新体育館北部拠点について現在どのようになっているか、進捗状況と主要課題に対して質問させていただきます。2、共通課題と PFI など事業手法の選択について、新体育館についてマイルストーンとして、昨年補正予算の段階で3月末に基本計画を終えるとありました。またその時の主要な WBS として、1、新体育館コンセプトと要件の策定、2、候補予定地の決定と、用地買収が挙げられていました。ここで民間活力を生かした事業手法の導入が追加されているわけです。プロジェクトマネジメント上はアウトオブスコープとして、当初予定されていない主要な WBS が追加されたことになります。協議またはトップの承認が必要になりますが、確認されたと思いますが、プロジェクトマネジメント上納期遅延またはリスクマネジメント上どのような議論が行われたのでしょうか、お聞かせください。特に PFI、BTO を想定した場合、将来に向けた事業計画とその PDCA マネジメントも必要になりますし、契約事項をどのように設定し盛り込むか、非常に難しい問題が出てまいると思います。支払いを固定ではなく売上など業績連動払いの変動型にすることや、
事業期間の有効期間をどう設定するか、うまく機能しているときはいいのですが、計画通りに事業実績がいかない場合のリスク対応で、トラブル時や収益計画の悪化の弁償方法等、契約段階では記載が難しくなることが予想されます。私は積極的な民間連携を図ることの賛成派ではあります。ただ、事業上起こりうるリスクマネジメントという意味で問題が出ることを懸念しますが、このご所見をお伺いいたします。2、本年度の松食い虫対応、吉田地区中心の活動を経験して、1、市街地エリアの有効な防除対策とは、昨年から松食い虫についての質問も何度もお聞きし、さらに松本市、安曇野市の被害の惨状を見るようになり、従来の枯れたら抜刀するの答弁にも驚いておりました。私の地元吉田地区長者原公園においても、昨年陽性反応のある木と疑い木が4本抜刀されました。また今年度になって1本確認されております。近隣の松本市では27年度 1.2 億円、安曇野市においても 1.9 億円、単年度ですので、累積を考えますと、もっと大きなものになっているかと予想します。森林課に案内いただいた松本市合同地下棟公園では、視察後、1ヶ月でさらに被害が拡大し、抜刀訓状予算もなくなって放置状態となり、近隣に住む方から日に日に枯れが進行し、切なくて仕方がないの悲痛な声もいただきました。まさに相手の見えない戦争と皆様にもご理解を賜りたい。そのためには戦略戦術が重要になると考えております。そこで関係者のご紹介をいただきながら、松のまだらカミキリと松の台線虫からなる枯れのメカニズムの解明、林業農業以外の多分野連携の中での対策を模索始めております。いずれにしても日本に入ってきたのが長崎で明治38年、この松枯れが松食い虫のが原因であると判明したのがなんと1970年、長野県で確認されたのが1981年。あまりにも長い年月の経過にもかかわらず、線虫のもたらす枯れのメカニズムがまだ特定されておらず、諸説紛糾する状況です。これは林や森林のみに着目し、松食い虫の生態整理の理解が進んでこなかったためと強く感じております。今年度被害が急拡大されると予測される当初において、枯れたら抜刀するしかないから市民の協力も得ながら、地区から抜刀する木を最小限にしたい、後追い処理のための処理費用を最小化したいと目標を立てて調査研究を進めてまいりました。そんな中で森林林野、市街地の学校、神社、公園、一般住宅、この3区分にする必要があり、まず吉田地区においては市街地の学校、神社、公園を守るべき箇所と設定し活動しております。まさにこの今年度6月から10月ぐらいにかけて本格拡散が予想され、早急の対応が望まれることです。
地区民に呼びかけ、予防措置の対応をお願いしています。さらに、今の知見で分かりやすい判定チェックリストの作成や、発見したときの個体管理の記録の準備をしております。お聞きします。市街地エリアの有効な防除策を現在どのように考えておられるのかお伺いいたします。2、予防段階における高所噴霧の方法について、実際の市街地、学校、神社、公園の木々はいずれも15メーターから20メーター以上の森林と変わらぬ木の高さであります。予防段階での高所噴霧について、薬剤が届かない状況が発生しています。対策をお聞かせください。3、マツクイムシ対応の対策のドローン技術活用と規制についての見解。括弧1、ドローン研究の現状と求められる技術要素とは。横沢議員の災害状況調査にドローンの活用との答弁もありましたが、このマツクイムシ対策についても、被害状況検出、ピンポイントの農薬散布と最も大きな手段であると考えております。ドローンとマルチコプターはよく耳にいたしますが、マルチコプターは複数の羽を持つ機構を追い、ドローンの一種という関係にあたります。ご存知のように、マルチコプターの基本機能は、高精度の GPS による飛行位置制御と、ジャイロセンサーによる姿勢制御機能です。その上で、今代表的なのが、高精度カメラによる静止画、動画撮影、さらには赤外線カメラ、レーザー光線などの利用が、ように発展しております。また、今回注目している薬剤散布用途ですが、ピンポイントでの最小限の薬剤で散布するものです。事故で話題になりましたドローンは、中国製のおもちゃであります。ただ、中国、日本をはじめとして、現在、多くの開発メーカーが商業を削って開発、認可を取ろうとしている段階と思われます。ドローン実用化元年とも言われております。さらに、事前のルート設定、機能指示が、登録可能にした自動運転が可能で、操作の簡便化が可能とのことです。お聞きします。本庁内では、マルチコプター技術活用と、それにまつわる、国各省庁の規制状況についてのご見解をお聞かせください。括弧2、遊休農地を活用したドローン練習場の設置とオペレーター育成の必要性。マルチコプターに、コプター利用にあたっては、かつての車社会の創世期と同じ状況にあります。規制の中で、車の運転技術と同様、運転手、つまりオペレーターの育成が必要です。また、いろんな規制の中で、運転練習の場所にも困窮する状況のようです。安曇野市では、すでに遊休農地を転用した、ドローン練習場を設営したようです。当地においても、遊休農地を活用したドローン練習場を設定したらどうか、また内部のオペレーター教育の育成について、ご所見を伺いいたします。4、不登校対策、起立性調節障害の状況について。1、予備軍を含めた市の不登校の実施と対策状況について、教育委員をやらせていただいた時代に、いじめ不登校問題の対応につきましては、
甚だ不満と未成熟さを感じた点は多々ありました。また実際の問題を抱えるお子様の家族の事例も多く目にしてまいりました。私は最近不登校になって朝起きられない、全身倦怠感で登校する意欲が湧かないの症状に対して医療面から起立性調節障害というのがあり、体調不良面での不登校の半数はこれが関係しているとの情報を得ました。まず当初における不登校予備軍、予備軍とは年間30日のお休みに満たない当初の実態と対策状況についてお聞かせください。また起立性調節障害の診断件数の状況についてお知らせください。18歳選挙権世論調査に見る対策について、対策というよりもこの情報をどう読むかという内容でございます。7月にいよいよ参議院選挙が行われます。いろんな施策が取られている中で、興味深い18歳19歳の当事者の意識調査がありましたので、ご紹介しつつ市長のご意見を賜らと思います。いずれも信濃毎日新聞社掲載で、一つは5月5日付の共同通信社による18歳選挙世論調査の結果、二つ目は新大生による新大と信濃毎日新聞が共同で実施したアンケートであります。議員の方には配布できませんが、これについて市長の所感を伺うものです。その中のポイントとしては、18歳19歳に選挙権が与えられたことは 95% は知っている。7月の参議院選には行くつもりを含め 56% が投票に行く、行かない理由については、投票したい候補政党がないが 22%、 必要性を感じないが 21%、 面倒だからというのが 55% でありました。また入手メディアとしては、テレビラジオが 85%、 インターネットが 48% とあります。また信州大学ではこのでの調査はこれ以外に、どうすれば若者の政治への関心が高まるかについて、トップが若者向けの政策の充実で 40%、 政治的教育の事業の増加や工夫が 30%、地域や身近な課題に対する議論の若者の増加、同じく 30%、 ネットで政治を議論できる場を作ってほしいが 18% でした。次に、どの選挙に関心があるかということでありました。衆議院選挙70、市町村選が33、なんと市町村議員選は 12% でありました。さらに気になる点として、日本の政治家を信用しているか、なんと信用していないというのが 74% でありました。これにつきましては、最近の土地に対するメディアのネガティブニュースの扱いも大なり小なり影響している気がいたします。さて市長におかれましては、安倍知事の出前講座や塩尻未来会議など若者と直接対峙される中で
若者の意識や要望を感じ取っておられるのかを含め、このご所見を伺いたいと思います。最後に6東山地区管理型最終処分場の市としての関与と見解について、今回私を含め4人の議員から質問がありました。議会としても早急な意思表示というよりも、私も危険要素を科学的根拠を持って結論を出していく姿勢が望ましく、行政機関と議会としてもどう関わるかを実行し結論を出すべきと考える立場であります。総括的な意味も含めて、市長のこれからの市としての関与展開についてのご所見を賜り、私の最後の質問とさせていきます。以上で私の1回目の質問を終わらせていただきます。